こんにちは、ザ・フルート連載企画とってもデュエッツ、10月号の今回は、前回に引き続き、ピアノのソナチネアルバムより、練習していきたいと思います。今回の課題曲はベートーベンのソナタです。それではですね、この曲よくご存知だと思いますが、どんな曲かまずはちょっと演奏してみたいと思います。それではまずこの曲の構成を見ていきたいと思います。曲は都庁長、表紙は2分の2のアラ・ブレベです。この前半部分では3つのパートに分かれています。まず A の部分は決然と始まる1小節目のアルペジオ、そして2小節目からの3小節間は旋律的なパートが続いています。ここではこの二面性を表現できるように演奏できるといいと思います。そして B パートはアーフタクトから始まる旋律的なところです。ここはウキウキとした、ワクワクとした、そんな気持ちで演奏できるといいんではないかと思います。そして C パートは再び3連符の旋律がというか音階が出てきますが、こう音階が縦横無尽に自由に動き回って、こうワクワクとしたようなね、演奏ができるといいんではないかと思います。はい、では実際の練習に入っていきたいと思います。まずはこの冒頭のパート、1小節目のフォルテ、そしてアルペジオとすぐに表情が変わったピアノの旋律、これがオクターブ違いで、登場します。ピアノだと和音でね、ジャーンって弾いて、同じ感じで弾けるのかもしれませんが、フルートだと同じ動きでも音域によって、吹き方が、まるで変わるというか難しさが変わるので、例によって、全長にわたって表情を受け渡しながら練習していきたいと思います。1小節目のアルペジオを演奏するときに心がけることは、上の音、音域がアクセントがつかないように演奏するということです。イメージとしてはこの最初の音のところで空中に真上にボールを投げて、それをキャッチする、そんなイメージができるといいかなと思います。こうならないように、小節目からのアルペジオのフレーズとシンコペーションになっているフレーズ、この練習をしていきたいと思います。この2小節のフレーズですが、何度もこの2小節間を繰り返して練習すると良いと思います。まずはこの左手のパートを練習しましょう。
このパートが取り終わったら、ここに今度は右手のパート、こちらはシンコペーションになっているので、まずはアルペジオではなくてこのシンコペーションに慣れてから後でアルペジオを付け加えるといいと思います。次にフレーズの長さから考えることということでテキストには書きましたが、この B パートについてです。こちらの旋律はアフタクトから始まる8小節のフレーズですが、フレーズをよく見てみるとフレーズの区切りが徐々に短くなっていってます。ここから感じられることはどのようなことかということで、思いを巡らせてみます。特設ページのコラムにちょっと書いていますけども、どのような物語がこの曲の中で展開しているかということを想像してみると自分なりの解釈が生まれてきて曲を演奏するのも楽しくなってくると思います。ここでは徐々にフレーズが短くなっているので、どういうことかというと、なんかそわそわしてね、落ち着きがなくて楽しみでしょうがないとか、ウキウキしてるとか、早くしたいとか、なんかそんな浮き立つような気持ちが表現されているのではないかと思います。次にC パート見ていきたいと思います。こちらは3連符の音階とアルペジオで構成されています。まずはこの左手のパートにあたるセカンドパートのこのアルペジオから見ていきたいと思います。こちらは1拍目の音を意識するようにスラーは滑らかに、運指はそれほど難しくないと思います。こちらはドシャープとミの小指の連結が難しいと思いますが、ここはドからミに移るときに小指は滑らすようにするといいと思います。こちらレファラですが、レからファに行くときの右手の小指とファからラに動くとき同時に動くように、途中にいろいろ変な音が混ざらないように注意するといいと思います。こうならないように。そして他の動きはすべて二調調の音階で構成されています。この動きはもうタファネル・ゴーベルなど基礎練習の本で出し尽くされている練習方法ですが、ここでは3連符でどの音からでも二調調が吹けるように練習するという方法でいきたいと思います。掲載している楽譜には全ての音階をつなげて書いてありますが、今はこの息継ぎのポイントを4小節ごととしてやってみたいと思います。今回は以上となります。参考音源とマイナスワンの音源は別途準備してますので、動画説明欄にリンクを貼りましたのでそちらからご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。